中越さんのノートが購入されてる方が来てくれたら入会金3万円がもう0円でいいんで来てもらって、うん、もう俺らの体になってもらって、うんうんうん、ストリートに出てもらうと。ああすごい、ストリートにしてナンパしてセックスしてバンバンバシバシテストステロン上げるって、完璧なその理論っていうオメスっていう理論があってテストステロンもあるわけでしょ。だから2ヶ月なんだよね。彼の下を開拓していくっていう結果でそのノートが絶対に書ける。じゃあジムのことについて聞いていいですか。はい、ある程度、はい、どういう体制ですかジムは。僕らは入会金3万円の月4回コースで1万5千円、うん、月通い放題で3万円っていう、パーソナル業界だったらもうめちゃめちゃ安い。そうだビッグだと俺めっちゃ高いもん。パーソナルトレーニングはちょっとあのぼったくりというか、あーまあ高いところが多すぎてなんでなんだろうって思ってて、それを変えたくて僕ら始めたんで。なるほど。中越さんのノートか購入されてる方が来てくれたら入会金3万円がもう0円でいいんで来てもらって、もう俺らの体になってもらって、うん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 、ストリートに出てもらうと。ああそれすごい、はい、うん、そういう考えで、あとナンパも来てもらったらもう俺らのナンパも教えられるのよ普通に。そうですね、この前昨日教えたら、うん、ドイツ7番下して帰って、おおどんぐらいやったの。2時間ぐらいやりました。あそう結構いいね、いいペースで。そうです、最初地蔵だったんですけど、俺がもうアドバイスしてうまく、じゃあなんで講習とかでも金取れるんだよね。それで7番下して、やっぱ切磋琢磨して、おーいいね。そうです、だから切磋琢磨できる場所のジムというか、もうライバルであり仲間でありみたいな、ここでまあ情報共有しながら、俺らもまだタワマンとか取ってないんで、いや取る勢いだけどね、全然まだ全然満足してないんで。で金持ちさんの開拓やね君らの仕事。そうそう、いや、はい、マジで相当すごいと思うよこれ。ノート出したら、いややばいよこれ。何ですか。女がどこで取ったか把握しといてじゃん。わかりました、うん、いやジムの辺線でいらないんじゃないもんねいやでも一日ナンパしてほしいな全然いやだって超すごいもんその成果、うん、おかしいもんそれは。俺らめちゃめちゃ研究しましたしてんの、声のトーン、表情、うん、タイミング、うん、もう全部すごいんで、あれやね、これはもう貢がせてオープンしたっていう成果としてもう置いといて、はい、君らが筋トレに使ったらいいと思うんで君らするじゃんしますいやここいいですね、だよね、休憩所みたいな感じにしてシャワーも浴びて、うん、あとまあ中越マインドで地方出身のやつらとか困ってんのよ、はいはいはい、だからここに呼んじゃってシェアハウスにしちゃって、はい、寮みたいな、中越寮、中越寮、中越マインド寮にしちゃってビジネスしてもいいじゃんで君らは同じ帰りだからさ、で筋トレもできるような感じにしたらいいんじゃん。確かにっていうのがある。いろいろありますね。いろいろあるよ、変化してって、うん、どんどん変幻自在にやっていきたいし、柔軟に。で、あと彼ら今絶賛炎上中なんで、まず君にもあの飛び火してほしいんだ。ああ飛び火してほしいっす。飛び火してほしいんだったら武藤君と同じような感じで、まあ大げさな感じだね、どうせモテねえんだよとサッカーやってても、だから俺はこっち来てこんな結果出しちゃったみたいな、100万円出資してもらってジム作っちゃったよお前みたいな、J リーガー息してるみたいな感じで言っちゃって、増えねえ J2、J3 でさ、息してるみたいな。確かに。地下アイドルみたいだね。言っちゃって、それを武藤がリツイート、俺もリツイートしてるみたいな。だからまた来ちゃうから。田舎もん抱いてねとか言って。うん、そうそうそう。芋なでしこ抱いてね。芋なでしこ。芋なでしこね。今後はどういう感じでやっていくんですか。何を目指していますか。俺らの目標が、僕らはもうやっぱりもうサイバージャパンダンサーズ、おサイバージャパンダンサーズをもうセニョリータにしてもうノーコストで。そうですね、何もそのサイバーもうめちゃくちゃすごいギャル集団で、一番強いっすよ。あの僕らはギャルが好きなんで。あ、わかるわかる、頂点に、わかる、頂点に、超好き超好き、そうピラミッドの頂点に。あ、そんなん最近出てきた人結構、はい、日本人なの。そうですそうです、クラブとかでダンスしてるみたいな、ゴーゴーダンサーじゃないですけど、こうやってダンスしてる人たちが。どっから来るの、そういう人たち。素人から。あ、そうそうです。アイドルを経てみたいな。いや、なんか、歯科衛生士とかじゃないですか。なんか、そういう普通の仕事をしながらやってる人いますし、そういう人たちはもう、フォローが半端じゃないんで、インスタの。インスタで主にやってる。そうそうそう。そいつらを俺たちはやろうって。いける。いけます。いける。待ってろ。体を出してね。いや、そこだからまず、あともう押す感だよね。あ、そうです。だから、いろんな女が行列を作っていく。自分がタピオカやみたいな。うんうんうん、人気なものが好きだからね。そうディズニーランドとかさ。そうしかも、その好きにさせるにはコストかけさせなきゃいけない。だから俺にはこんだけ可愛くてこんだけコストかけてくる女がいるんだぞっていうのを見せなきゃいけない。ただいっぱい女を抱えてるだけだったら、うん、やりもくの女だけだもん、ね。で、一回やって満足して帰ってくから。そうで、やるんだったら10万払えるって言うんだよ。
いや、それを言えればキープにもできるわけよ。インスタとかで来てるやつだって、男でフォロワー伸ばしていくと、はい、インスタでめっちゃ可愛い子からオフパコしに来るんだって、でも一回終わりなんだって、やっぱそれからそれは体がダサかったりとか、インスタで漏れるじゃないくらい、実物がブサイクだったりとかしてんだけど、君らこの体でこのルックスなわけでしょ。まあまあそれ、そうそうそう、だもっと上げていけばね、セニョリタから引っ張って整形して、もうローランドみたいな感じになって、絶対いけるよ、絶対いける、絶対やってますよ、絶対いける、サイバージャパン。そう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 、いやこれはねめちゃめちゃすげえ期待の星ですね、これ。それがまず2人ともその目的で、あとその前にビジネス面というか、まあ普通にどん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 稼いでって、稼いでたら絶対調子乗ったりして、そうなんです、使うじゃないですか。そうそうそう、でも俺はもうそんなん嫌で、もう筋肉があるからいらないんですよ、服とか。そうだから俺もなんかもうユニクロのあのシルキードライで乳首ビンビンでビンビンみたいな来たぞみたいな、ジーパン履いてな、ジーパン着てアメリカンスタイルで、そうです、全然だから一番かっこいいだね。それで食事代も払ってもらって、でも消費がかかんないんで、ただ増えていく一方なんです。そう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 。そういう生き方をしたいなっていう感じです。いや、その正しい。だから本当に筋トレとかしかしてることない。筋トレしてナンパしてセックスしてバンバンバチバチテストから上げてって、特にも気を使ってねみたいな。全く同じやり方なの。俺と今全く同じライフスタイル。だから格闘技とかもないよね。あとは俺海外でもやりたいから。ああ、英語してた。すごい。世界戦。なるほど。世界。世界。宇宙。宇宙。宇宙。もう逃げるとこ全部行く。世界の中尾さん。地球はラホテルなんで。俺はね。稼ぎたいっていうのもいろんな稼ぎ方があるわけじゃん。はいはい。でも君らは他の下も開拓していくっていう結果で、その脳とか絶対に書けるんだよ。だからそれがまず売れるじゃない。で、ナンパ教えるとかにも興味ある。全然今さ、例えば四天王とかやってんじゃん。あれとか。全然。やってみたい。そうだよね。で、めちゃめちゃ需要があると思うから、あの、教えてくださいってのが殺到したら、それを対応する気はあると。全然あります。オッケーオッケー。それでも多分稼ぎがする。若いうちに、やっぱ、これを覚えてやっていかないと、もう一番伸びる時期だから。いや、本当にこの時期流したら、本当にアウトなんだよ。それ最強の戦友って探して。そう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 。あ、なんかもう、同志ができたから。いや、そうそうそう。中島に高めつつ、ちょっと結果報告いっぱいしてほしいね。そうそう。ナンパの。わかりました。うん。いや、マジ、びっくりしてると思うよ、多分みんな。なんか炎上してる J リーガーぐらいしか持ってないから。だから、今回出て、今しかないから。基本的にさ、じゃあ女で帰ったり、女と LINE してて、なんか面白いこと言ったりとかさ、奴隷感強いこと言ってきたりとかしたら、それ、月一スクショして、じゃあ俺に送って。あ、わかりました。そんな感じで言わせたんすけど、みたいな。スクワットさせてます。スクワット動画をこう置いて、やらせて、お前、あの、豚ちゃんなんだ。すごい、すごい、すごい、すごい。もうコスなんですよ、これが。こうして、すごくいい。毎日こうさせてるんですよ。すごくいい。毎日送ってくるんですよ。まあでも女にもメリットがあるんで、それで痩せたらね、それで痩せたら本当に豚ちゃん、サンセット終わったらオナニーなとか、ああ、そうなんですか、それはです。多分ね、またコラボとかすると思うんですけど、何でもやりますよ。多分その講師として紹介するときにまた多分コラボとかすると思うんだけど、なんかそのメッセージありますか。今その例えば長押しマインドに興味を持ってるけどお店買ってないとか、あとはその J リーガーというか、まあ他のその競技でまあプロとかまで行っちゃってるけど全然モテなくて悩んでるやつとか、あとその長押しマインド保持者として頑張ってる人たちとか、いろんな人が見てるんです。なんかメッセージありますか。あの結果出してる先輩というかね。とにかくもうなんか俺とか長押しさんとかをもう批判するも時間はないから、その間はもうナンパしろって感じじゃない。の知る暇じゃないか。とりあえず街に出ろっていう。俺らのことはもう別にありがたいけど、まあありがたいですけど、俺を知れてよかったじゃねえか。そんな感じですね。サポーターの方。時間がないから、とにかくもう街に出て、すいません。これだけ。すいません。やんなさい。やんなさいと。やれ。反応してる時点でモテたい奴らだから。そう。彼らは。一生モテないぞって。もう手遅れになるから。企業家とかにも言いたいですね。そうだよね。クラウドファンディングとかじゃないと。銀行とかじゃないと。そうだよね。だって女に出所しますからね。銀行じゃなくて。すごいよ。めちゃめちゃ無利子やで。そうそうそう。いや、返す必要ないんだよ、だって。ないです。だって、無利子どころの世の中のめちゃめちゃ金持ちの人たちが、これをやったらもう勝てないじゃないですか。勝てない。なぜやらないんですかっていう話じゃないですか。だって、何百億とか投資とかで稼いでて、それなのに女子に奢ってもらったりしたら、もう無理そうだよ。俺もそうなんだよ。そうっすね。俺だって絶対女に頼むってこと絶対言わないよ。絶対言わない。マジすごい。それが俺結構好き。一回も言わない。っていうか、言ったら終わりだと思ってるから。多分どうしてもね、金持ったら。そう、それアピールしたくなっちゃうじゃん。で、しかもめっちゃ可愛い子、いけそうな子だったちょっと。あ、そうそうそう。絶対ダメだから。いやー、強いっす。それはやっぱりこういうところで引き付けないといけないから。正直な魅力は J リーガーで、そのなんか、コスト使って失敗してなかったら、多分 J リーガーで金持ちになったとしても、バンバン使ってみたいな。多分 ATM になったと思うんで。そうだよね。むしろプラスに捉えて短いしね、選手生命人生短いもんね。
サッカー選手もね、ナンパした方がいいよね。スポンサーがないだろうよ。2時間しかないからさ、そう、パチンコしてるんですよ、まあ、大体。パチンコしてんの？はい、サッカー選手めっちゃパチンコしてました。そうなんだ。それもバレたらもう、あいつ、パチンコ行ったら、練習しろみたいな。そうだよね。パチンコくらいするだろ。息抜きするやん。2時間しか練習ないのに、それ終わってパチンコしたら、もうめちゃめちゃ叩かれるんで。すごい職業っすよ。すごい生きづらい人たちは。すごいんだね。偉いっすよ。だからやっぱ女の経験も積めないしさ、なんかやっぱり、ろくどんなくっつかないもんな、アスリートって。本当に。なんなの？グラビアアイドルとかさ。本当にそうです。そんなもんよね。だいたいなんかみんな回された、J リーグのチームでみんなに回された女が結婚するんですよ。で、それならチームメイトで、あ、まあ事実ですからね。あの兄弟。そうです。これ P なんですけど、P なんだ。それやばい。え、そうなんだ。めちゃめちゃやりまんで、そうなんだ。それを、いや、あれはひも手だよ。ひも手じゃないですか。絶対ひも手。だから、その、頑張りすぎだもん、いっちゃうんすよ。で、グラビアアイドルたちは何を求めてんの？やり捨てっぽいされに行ってんの？まあ、でもやっぱり、サッカー選手、あんな方かっこいいんで。かっこいいから。そうそうそう。しかもテストステロンも高いから。そうだね。まあ、モテ度はあるけど、このマインドはないから、ギリギリ、もうちょいって感じです。本当は最強ですね。正直、はい。彼らみたいにテストステロン高めのやつらが長押しマインドやったら、えらいことになってるけど、だって、テストステロンゼロのクソひも手の引きこもりのやつですら3万手に入れてるから。すごいですよね。むしろ、せわしいってやつがいたんだけど、だから、テストステロンもともと高いやつがやったら、こうなるんだよね。2ヶ月やで、だって。やめてほしい。やめろ。ライバル筋トレすんだ。筋トレすんだ。いいぐらい。もう俺らもかなり上のとこにいるから。だからね、何回やっぱ筋トレが、ナンパより格闘技とか筋トレが先なのかもしんないね。ワンチャン。だから半年ぐらい武者修行して、俺らみたいな。俺最強みたいな。勝手に自信ついてきます。勝手に自信ついてからナンパが正解なのかもしんない。もしかしたら。なんかそんな気がしてきた。だって2ヶ月でしょ。そうです。いや、ありえないんですよ、普通。2ヶ月で100万とか。いや、俺は全然そんなアスリートでも何でもなかったんで、俺どっちかって言ったら勉強ばっかしてたんでね。君らがサッカーやるのと同じ要領で勉強してたんですよ。だからテストステロンが上がんないんでね。だから、まあ、師匠もえげつなかったし、なんかすごい、指導もなんか、感覚通してくんのね。もともとモテてる人だったから、見よう見まねで学んでたんだ。理論が全くないから、オネステみたいな、ひな形みたいなのなかったから、1年半かかったんだ。しかもテストステロンもないから。で、完璧なその理論っていう、オネステっていう理論があって、テストステロンもあるわけでしょ。だから2ヶ月なんだよね。決めれる結果らしいやついないぜ。本当ですか？いや、もうオネステ行ったら誰もいないと思う。100万でしょ。ありえんから。こいつ最強で、なんかその人は僕の起業のためだったらもう100万でも全然出すよって言われちゃって。いや、あのね、そうです。もうすごいな。で、整形代もこれ13万ぐらいだったんですけど、これももっと高いのやったら彼女ので、あとリュックとか買って7万ぐらい。7万ぐらい。俺は別に頼んでないのに。頼んでないのに7万のリュック手にやったらしい。はいって入って、すごいな。ゾウさんに負けないぐらいね。いや、もう俺なんか抜いてほしい。俺もプロデューサーだから。未来みたいな人を支援する方向に行ってるから。なるほど。それが一番ね、盛り上がるんだよね。俺がプレイヤーでやるのは、まあ、君ら J リーガーでしょ？もう、すごいわけよ。で、それ J リーガーとかじゃなくて、医者とか弁護士とか、例えばまあ、他の格闘技、キックボクシングのタイトルチャンピオンとか、そういうのが入ってきてるのが一番いいじゃん。すごい。それ一番盛り上がるから。で、それが落ち着いてきたら、俺も海外でプレイヤーやろうかな。あー、まずはね、元 J リーガーね。そう。いや、だからもっと出るかも。ウェルカムトゥーナオシマリと。一番最初だったね。サッカーを変えたい。サッカー変えたい。サッカーを変えたい。すごいアプローチの仕方だよね、それ。本当に。誰もできない。革命。革命的アプローチだよね。でもいろんな意味で変わると思うんですよ。いや、マジで変わります。だってサッカーって。だってモテたくてやってるじゃん、みんな。本来。モテたくてモテる職業。モテる。それでプロサッカー選手だったらいいじゃんね。それをめちゃめちゃ批判してくれるやつがいるから。うん。いや、本当に正直にアンケート取ったらモテるためってみんな書くと思う。で、金のためイコールモテるためだから、それはつまり。全然おかしなこと言ってない。ない。お前はモテたくないのっていう。もう、多分君らのその恐ろしさというかね、ポテンシャル性の恐ろしさは伝わったんで、まあぜひね、あの、彼らのツイッターのリンクとか貼っとくで、まあ、ワンチャンね、その、YouTube のチャンネルも多分俺が強制的に作らせるんで、彼らも。なんで、もう早いうちに、あの、チェックしてくださいって感じで、よろしく、オーシャンパシフィック。パシフィック。パシフィック。はい、じゃあ動画以上になります。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と Twitter と TikTok のフォローと、ノートの購読をよろしく。オーシャンパシフィック。